越えた壁、はい、それはいっぱいあるでしょうね。やっぱり精神的な部分は一番大きいかなと思うけど、うん、やっぱり初めの頃ってなんだかんだ言ってもやっぱり思いばっかり で自分自身がまだ出来上がってないっていうか、あの自分に甘いっていうところがある、うん、だけどそれをやっぱり一個一個駆逐してっていうのは事実だから、気がついたらね、あのずっと歩いてるし、僕もやめてるとか、まあ、そんな細かいの一個一個、うん、で何よりもやっぱり、ね、あの会社ではこうだとかだけど、あのプライベートだったらとかみたいな感じで分けとくとやっぱりボロが出ると思う、いつかと思ってるから、もうそもそもプライベートから根本から良くしていく、変えていくっていう自分自身をっていうふうには心がけてる。うん、すみません、このようになってしまった。